K-002 は、京セラが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。製造型番は KY-002。主に30から40歳代のユーザー層を対象とした音声用端末であり、2011年6月現在の時点において、 同キャリア向けのワンセグ対応の折りたたみ式の音声用端末としては最薄を誇る。その他、イージーフェリカやかつての三洋電気製、並びに鳥取三洋電気製音声用端末のごく一部に装備されていた、閉じるとロック、オートロック、IC レコーダーなどの機能を備えている。など2010年6月24日に以下の新機能の追加が携帯アップデートにより行われた。 デザインだけでなく、端末本体そのものの質感、並びに機能面、レスポンスを含む、操作性、使用感、携帯性などにおいても、比較的バランスが取れており、携帯性と実用性に優れた機種として、IT メディアの au 向けの、携帯売上ランキングにおいては、安定した売り上げを確保している。ちなみに2011年6月現在の時点において、 同キャリア向けの2009年度に発表及び、発売された機種としては一番のベストセラーモデルとなっている。同社独自のスピンフィニッシュ加工を施された端末本体の液晶パネル側のステンレス製の背面部周辺の塗装が非常に脆く、通常の扱い方でも購入してから数日、数ヶ月後に塗装面が大きく剥がれ、下地部分が大きく露出したり、また、 大きく目立つような擦り傷や引っかき傷がつくといった不具合も生じている。京セラでは2009年度後半の製造ロットより対策版を出荷しているものの依然として症状はほとんど改善されておらず使用上の解決困難な不具合となっている。なお、KDDI 及び京セラでも製品保証期間内であれば無償修理で対応しているが対策品においても 同様の問題が生じているため解決できない。参考画像、参考画像また、多機種に比べ基盤の集積度が高すぎるゆえに、発熱、外気温の影響を受けやすく夏場は故障する確率が高い。2012年7月23日より、利用深さや厚部は1 3 5ト、mm、ルそのためか、同キャリア向けの強セラブランド機としては、先行発売された K001 及び、 NS01 同様、旧、採用電気携帯電話開発チームとの合同開発となっている c d m a 1 x ウィンサービスの終了について、KDDI2018 年11月16日、携帯アップデートのお知らせ、KDDI2010 年6月24日2009年10月12日から10月18日までの、 同キャリア向けの携帯販売ランキングにおいて初めての首位を獲得している。本端末を特に丁寧に扱った場合であれば塗装面が大きく剥離することはまず少ない。ありがとうございます。